こんにちは、快適アートです。秋の絵手紙、今回のお題はかぼちゃです。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、面相筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。今日はこんな感じのかぼちゃを描いていきます。祖父が送ってくれたものですが、絵を描くように可愛いヘタを残してくれました。それでは筆ペンで線画を描いていきます。まずはかぼちゃのヘタから描いていきます。収穫してから少し日が経っているので、先が乾燥してつぼまっていました。かぼちゃのヘタにはギザギザの模様みたいなものがあります。模様の境目を細い線で描き入れ、つぶつぶした凹凸も描き入れました。次にかぼちゃの輪郭を描いていきます。ポコポコと溝に沿って起伏がありますので、よく見ながら形を描いていきます。大きく画面からはみ出した構図にして、右には文字を入れるために余白を残しておきました。次にかぼちゃの表面の溝の稜線をヘタのあたりから描いていきます。中心から広がっていって、輪郭を描くときに捉えたくぼみにつながるように気をつけながら描いています。1本の線で溝の凹凸を表現しにくいところは2本にしたり途切れさせたりしながら描いています。特徴的な白いイボイボした表面の凹凸も描いておきました。次に面相筆で着彩していきます。まずは王道を取ります。水を加えて紙が透ける程度の濃さです。黄色っぽく色が変化しているあたりに塗っていきます。次に青草を取ります。水を加えて薄い色味です。黄色く塗った周りを囲むようにトントンと色をなじませ、緑に変わっていく境界を塗っていきます。次に花白ろくと青草、それに黄土を少し加え、かぼちゃの模様の薄い緑を作ります。これも紙が少し透ける程度の濃さです。模様があるくぼんだあたりに強弱のある線で模様を描いていきます。途中途切れたり太くなったりしているところはよく観察して描いています。縞模様の薄緑を乾かしている間にヘタの部分を塗っていきます。若草に水を多く加えて薄い色を取ります。ヘタにも模様があるので線で捉えた形を参考にして塗っていきます。次に青草を筆に取ります。少し紙が透ける程度の濃い色味です。ヘタの上の方は緑が強かったので色を足しました。
次に代謝を取ります。水を多く加えて淡い色味です。ヘタの上の方に赤みをにじませて渋い感じが出るようにしてみました。動画では水が反射して光っていますが、乾くと馴染んで薄く色づきます。次に黄土を薄く筆に取ります。これも淡い色味です。ヘタの縞模様のクリーム色みたいなところに塗っていきます。ヘタを描いている間に縞模様の薄緑が乾きました。次は青磁とウグイス茶緑を混色し、渋みのある深い緑を作ります。髪が少し透ける程度の濃さです。縞模様を避けて塗っていきます。迷走筆で色を塗るときは、ペタッと筆の腹を紙につけて広い幅で広い面積を塗り、縁の部分は筆の尖ったところで細く細かく塗ります。ムラをあまり出したくない場合は、素早く筆を動かして乾かないうちに一気に塗り上げるようにします。筆に慣れないうちは塗るのに時間がかかり、乾いてしまって少々ムラができてしまうかもしれません。そういう時は塗る時にモチーフの面に沿ったタッチを意識することで細かい濃淡ができて味のある画面になるのでおすすめです。かぼちゃはもともと表面がゴツゴツしていますので、ムラが少々あった方がリアルに見えるかもしれません。全体が塗り終えたら、筆は洗わず水を筆に含ませて、少し水分を拭き取ったもので色の変化があるところの境界をぼかします。これも絵の具が乾かないうちにするといいと思います。次に紫を取ります。水を加えて薄い色味です。これでくぼんだところやヘタ周辺の影を塗っていきます。緑に紫というのが変な感じがするかもしれませんが、塗ってみると意外に自然な影っぽい色になります。普通の黒で影を描くより自然光で見た時のような味わいある色で影を描けるので、緑と紫の組み合わせは気に入っています。最後に群緑と青磁を混色し、青みのある緑を作ります。髪が透けて見える程度の濃さです。かぼちゃの表面の色にもう一工夫、ゴツゴツ感を出していきます。点々としたタッチで緑を置いていきます。
最後に胡粉で表面の白っぽいつぶつぶを塗って完成です。こんな感じで完成しました。今年もたくさん採れたね、甘くて美味しいかぼちゃと書きました。おじいちゃんの畑でたくさん収穫できたそうなので送ってくれました。かぼちゃは大好物なので毎食煮物にして美味しく食べています。今回のポイントは渋みのあるかぼちゃの色味を混色した複数の色で重ね塗りしたことと、影の色に紫を使って自然な陰影を描いたことです。ご感想、ご意見、またリクエストがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。